手軽プロバザレシピ、今日はアジア料理研究家の赤沼真知子さんに教えていただきます。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、お正月といえばお餅ですよね。お雑煮ですとかお醤油でいただくというのが定番ですけれども、どうしても食べ方が同じになってしまって飽きてしまうという方も多いんではないでしょうか。今日はそんな時にぴったりなお料理を教えていただけるんですよね。はい、この時期にはね、まだ冷蔵庫やねキッチンにもしかしたらたくさん残ってるかもしれません。お餅、はい、今日使っていきたいと思います。はい、まずは完成品ご覧ください。こちらです。美味しそうですね。ベトナムスイーツ、お餅のあったかチー。チーは豆やフルーツ、白玉団子などと一緒に食べる日本のお汁粉のようなスイーツですよね。そうですね、現地では冷たいもの、あったかいもの、いろいろあるんですけれども、今日は体が温まるように温かいチェーを作っていきたいと思います。はい、この時期にぴったりなスイーツとなりますが、高戸さん、お餅はお好きですか？はい、大好きですね。ただまだ食べてないんですよ、実は。あ、新年食べてないので、楽しみですし、僕ベトナムにも行ったことあるんですけど、このチェー食べたことないので、すごく楽しみです。はい、ご期待ください。それでは材料をご紹介していきます。今日材料2人分でご用意しています。切り餅が2枚から3枚、さつまいもが 80g、 りんごが 60g、 バナナが1/2本、マンゴー缶詰のものが 50g、 いちごが2つ、それからピーナッツ無塩のもので大さじ1ご用意ください。白ごまが適宜、それからココナッツミルク 200cc、 牛乳 100cc、 砂糖大さじ3、さつまいものゆで汁が 100cc となっています。それでは調理をお願いします。はい、では早速やっていきましょう。まずね、フルーツの下準備からいきます。りんごはこのように、少し小さめの1センチ角ぐらいですかね、角切りにしてください。皮は剥いても剥かなくてもどちらでも結構です。バナナは1センチの輪切りにしていきます。マンゴー、今日はね缶詰を使ってありますけれど、フレッシュなものでも構いません。一口大に切っていきます。はい、あとねこちらのピーナッツも今日入れてきますね。はい、リンゴが 60g、 バナナ1/2本、マンゴー缶詰のものが 50g、 ピーナッツは無塩のもので大さじ1です。はい、それから今日はこんなさつまいもも入れていきます。はい、さつまいもは、皮剥いても剥かなくてもどちらでも結構です。まず四角に切って、小さな四角に切っていただいたら、一旦ね水にさらしてください。ちょっとアクを取っていきます。はい、そうしましたら、さつまいもを先に茹でていくんですけれど、はい、はい、こちらのひたひたのお水でどのくらい茹でればよろしいですか？はい、だいたい5、6分茹でていただければと思いますけれど、はい、ちょっと今日時間かかりますのでね、はい、はい、今日は出来上がったものがこちらにありますので、今日はこちらを使っていきたいと思います。はい、あらかじめ弱火で5、6分茹でたものをご用意しました。はい、はい、そして、鍋に移っていきましょうか。はい、はい、ですね、こちらの、用意したお鍋に、はい、今日はメインの、ね、ココナッツミルク、ココナッツミルク 200cc です。そして、はい、それから、牛乳ですね。はい、はい、牛乳も入れていきます。牛乳が 100cc。はい、それからお砂糖を入れていきます。はい、砂糖大さじ3鍋に入れていきます。はい、今日はねちょっと茶色いお砂糖を使ってありますけれど、皆さんはお家にあるお砂糖で結構です。はい、これで熱して温めていくんですけれども、はい、それとね、あと今日もう一つ忘れちゃいけないのが、はい、先ほどね茹でたさつまいもの茹で汁をね捨てないで取っておいていただきたいんですけれど、はい、ということでこのさつまいもの茹で汁、これが今日のプロ技です。決まりました。今日さつまいもの茹で汁 100cc あらかじめ取っているんですが、これは一体どういうことでしょうか？はい、ですね、さつまいもを茹でている間にさつまいもの茹で汁の中にさつまいもの栄養がね流れていってしまいますので、今日はこちらの栄養も全部取るような感じで、これは捨てないで取っておいてください。はい、はい、さつまいもには、はい、ここのお汁に 100cc だけ取り出したものを、入れていきます。はい、ビタミン、食物繊維などさつまいもの、この大事な栄養素というのを余すことなく入れていくということですね。はい、そういうことです。甘みっていうところでもゆで汁は大事になってきますか？そうですね、そうなんですよ。ですね、さつまいもは冷たいところからじっくり茹でていくと甘みが増しますので、
ちょっとねお水から茹でていただきたいんですけれど、ゆっくりで結構ですのでね、茹でていってください。で材料を今全部合わせていっています。りんご、それからバナナ、あとマンゴー、先ほどのねさつまいも、それから今日はこのピーナッツも全部ね、入れていきましょう。そして忘れてはいけませんね。はい、今日の主役ですね。主役ですね。こちらのお餅ね、切り餅、はい、4分の1ぐらいにカットしていただいて、少しトースターで今日は、焼き目がつくように少しだけ焼いてあります。柔らかくなればね結構ですけれど、こちらのものもこの中にお鍋の中に全部入れていきます。はい、事前にトースターで温めた切り餅一口大にして、はい、ご用意しておきました、はい、これを鍋に加えまして、はい、また温めていきます ね。 そうですね。火力はどのくらいがよろしいでしょうか。はい、弱火から中火で少し温めていただければと思います。お砂糖が、ね、溶ければいいと思うんですけれど、うん、今日は、ね、少し温かめにしていきますので、わー、まあ、いい香りがしてきますけれども、はいね、ココナッツミルクのいい香りが、ね、していますけれど、はい、今日はこちらで盛り付けをしていきたいと思います。赤沼さん、これ他にどんな具材が合いますか。はい、ベトナムのチェーはいろいろな種類なものがありまして、例えば豆ですとか、あとスイカだけとか。あ、スイカ。はい、いろんなフルーツでいろんなバージョンがありますので、行くとねいろいろあって面白いんですけれど、ゼリーを入れたりするところもありますね。割とみずみずしいフルーツとかゼリーとかでも合うんですね。そうです、何でもね合うんで、今日はちょっとたっぷり入ってますけれど、お家にあるフルーツで作っていただくと美味しいと思いますよ。ご自宅にあるフルーツ、それから旬のもので季節を楽しんでいただけるようなスイーツということですね。はい、ピーナッツもね、はい、今日入ってますのでね、はい、ちょっと入れていきますね。器に盛り付けていきます。また器も素敵ですね今日。はい、今日はねベトナムの器でね皆さんと一緒に召し上がっていただきます。今日はちょっと華やかにイチゴも添えていきたいと思います。はい、飾りにイチゴを添えて、それから、はい、白ごまですね。はい、少しねここに振っていただくと香ばしさが増して美味しいですよ。はい、はい、では今日はこれで完成です。はい、ベトナムスイーツお餅のあったかチェー完成です。わあ、いいですね。いちごがまたパッと華やぎますし、すごくこのお餅の可能性を感じるメニューとなっています。高田さん、お召し上がりください。いただきます。はい、美味しそうですね。もうココナッツミルクのいい香りがするんですよね。いただきます。うん、うん、おいしい。美味しいですか。おいしい。今年初お餅ということですけれども、お餅大好きなんでこれすごく美味しいです。またフルーツのこの甘みもあって、ココナッツミルクも 甘みもあって、それがすごくこう、ね、お餅にこう合ってるんですよね。でまたね、あったかスイーツってこうなんかホッとしますよね。うん、すごく美味しいです。はい、それから今日さつまいもの栄養素もたっぷり余すことなく入っていますからね、うん、プロ技が生きているでしょうか。ということで、意外と手軽にできるこちらのベトナムのスイーツ、お餅のあったかチェー、ぜひお餅、ね、ご自宅で余っている方試してみてください。赤沼さん、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。